このレッスンでは複数のキーワードをセットにしたキーワードセットの活用方法について解説をします。スプレーツールと併用するとより便利に使えます。キーワードセットは自分が使いやすいようなキーワードを収納しておくことができます。テーマごとに名前をつけてプリセットとして保存しておくと、同じようなシチュエーションで撮影した写真にも簡単に複数のキーワードを適用することができます。キーワードセットは既存のセットがいくつか用意されていますので、これをもとにキーワードを入れ替えてみましょう。キーワードセットの右側のボタンをクリックして、セットを編集を選びます。プリセットでアウトドア写真を選ぶと、既存の9つのキーワードタグが表示されています。この入力ボックスのキーワードを必要に応じて変更します。例えば、マクロを選択して、夕焼けに、花、草木を選択して、夜景に、野生生物は天体に、人物は選択して削除しておきます。この設定を新しいプリセットとして保存します。プリセット名をクリックして、現在の設定を新規プリセットとして保存を選びます。プリセット名に空の写真と入力して、作成をクリックします。変更をクリックして、キーワードセットが空の写真に変更されていることが確認できます。このセットの中から選択した写真に該当するキーワードをクリックして追加していくことができます。また Mac ではオプションキーを、Windows では Alt キーを押すとキーワードのショートカットキーが表示されます。点キーで該当する数字を押して簡単にキーワードを適用できます。さらにキーワードセットはスプレーツールでさらに便利に使えます。スプレーツールを選び、右側の項目でキーワードを選びます。さらに右側にスポイト型のアイコンが表示されます。この状態でシフトキーを押すと、キーワードセットがポインターの箇所に表示されます。シフトキーを押したままにしておくと、複数のキーワードを追加することができます。もう一度クリックすると、解除します。この状態で写真をクリックすれば、複数のキーワードを入力することなく、どんどん追加していくことができます。以上、複数のキーワードをセットにしたキーワードセットの活用方法について解説をしました。複数のキーワードを次々つけていきたいときに活用しましょう。